皆さんこんにちは、ペソでございます。五胡大将軍で戦う三国志初代の方ですね。何回目だっけ、80回目だ。はい、やってまいりましょう。兵力も揃っとるんで、あ、いけるいける、では行きましょう。はい、6、よしよし。まあちょっとカウンさえ減ったけどね、そのまままだまだいけそうですよね。だいぶね、訓練もやってるみたいなね、兵能力が高いっていうことはね。
あ、もう来た。早。うん。で、詰めていけばいいので、そのままと、4か。はい。できゃええか。いや、攻められたらあかんから。はい。はい。ああ、そういうことか。はあ、はあはあ、兵糧見てなかった。どうしようかな。あ、おるわ。おるけど、タミチも100やからね。ここはちょっと密定にしよう。はい、ああ、そうそうさん、2国に行ってんのか。ここ兵糧ないやん。3人やね。ああ、ここは満杯やね。はい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 。
二人とも体やばいな、ここはね。谢谢。
加工園さんを送りましょう。あ、音あった。さあ、こっから、詰めていくんだけど、もうでもね、象徴さん置いといてもいいと思うけどもね、誰が、まあ、ビフォーさんと、4個来たね。どうする？兵力を揃えるかだけど、揃えちゃおうか。1回で7月に攻めて、14からやから、
ああ、そうそう、ここは助手さんを上げとかなあかんから。よいしょ、はい。戦じゃ足りんかな。広がった、うん、はい、ということで月替わりしましたので、今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。